胸に迫る情熱、厚切りジェイソンの名言。ホワイジャパニーズピーポー、おかしいだろう。やってみたければやってみればいいだろう。なんで人に聞く。バカにされても否定されても自分が選べる。何言われても結局自分の人生だから、人の許可や納得はいらない。やりたかったけどなんだかんだの理由でやらなかったことがない人生は悔いのない人生だと思います。失敗は後悔しないけど、逃したチャンスは後悔する。挫折は日本の独特な考え方かと。失敗を恐れすぎる日本文化で、失敗したら終わりという意味も込めているから、僕もうまくいかない時もあるよ。ただ挫折だと思っていない。その後はどうするかを考えさせるきっかけに過ぎない。それで終わらなければ挫折ではなく展開だからな。漢字難しいよ。